じゃねえよ。男と女の求める全てがあった吉原遊郭に、後に伝説となる一人の花魁がいた。お前の名前は清原。この木に花が咲いたら俺がおめえをこっから出してやるよ。お稲荷さんの桜が咲いたら出てってやる。金魚はな、川へ戻ると三代で船になる。美しくいられるのはビードロの中だけじゃ。舐めた真似しやがると承知しねえぞ。あの桜は咲くことを諦めちまった。だから本当に咲けなくなっちまった。お前はこん中でしか生きられないんだぞ。どけ、あの男と燃え上がってんじゃねえよ。てめえはどうだか知んねえが、マブを信じて何が悪い。同じ思いをしてるからこそ同じ地獄に落とさなきゃ気が済まねえのさ。もうやめて。どこへ行こうと同じこと分かっただけで、もうけもんさん。夢を見た。姉さんが遠くへ行って死んじまう夢。咲かぬ桜などありはせんのじゃよ。てめえの人生、てめえで咲かす桜。